ようこそ FM ギノワン占いの前。この時間は 79.7MHz FM ギノワンより、今週のあなたが幸せに暮らせるかもしれないアドバイスをお届けします。占い師は週替わりで登場します。今週の占い師は私、おしゃもじたまこが皆さんの恋愛運を調味料で占ってあげましょう。それでは、お羊座、コミュニケーションの勘が鈍る日です。仕事で忙しい人に何度も話しかけて邪魔してしまうなど、トラブルとまではいかないのですが、配慮のない行動をとってしまいやすい時。今週は周囲の人の気持ちに敏感になりましょう。書類やメールでも宛名や文字間違いが起こりやすい時、注意深くなることで防げます。ラッキー調味料はバジルです。続いて、お牛座、人脈運に恵まれます。ただし、今週出会う人は恋愛ではなく良き友人になりそうです。意気投合できる人、一緒にいて癒される人、尊敬できる人、そんな素晴らしい人たちとの縁に恵まれることになるでしょう。プライベートの誘いも多くなるとき。オフタイムの時間を増やして大切な縁を手に入れましょう。ラッキー調味料は練りごまです。双子座、衝動性を促す星があなたに影響を与えています。そのため、今週のあなたは喜怒哀楽が激しくなりそう。ただし、激怒しても言いたいことを伝えてすっきりすると、あとは普段通りと尾を引きませんが、ぶつけられた方には遺恨が残ります。気持ちが熱くなるのを感じたら、深呼吸をして冷静になってから行動を取りましょう。ラッキー調味料はポン酢です。続いて、カニ座、仲間のありがたみを実感する週になりそう。今週はトラブルはあれど、すぐに誰かがアドバイスをくれたり助けてもらえる運勢です。また、苦手意識を持っていた人がとても自分のことを考えていたことを知り、感動する出来事が起こりそう。今週は人付き合いを大切にしましょう。またお礼はしっかりと伝えるようにしましょう。ラッキー調味料は田楽味噌です。続いて、獅子座、友人関係や仕事に関しては安定していますが、家族とのトラブル、また恋人とのすれ違いなど、身近な人との関係が不安定な週。調子よく進んでいるようで、信用する人たちを頼ることができないという孤独感を味わうことになるかもしれません。今週は仕事や社交にパワーを注ぐことがストレス発散に。週末から運気は改善しそうです。ラッキー調味料はチリソース。続いて、乙女座、キャパオーバーの暗示が出ています。今週のあなたは少し頑固に、助けてほしいことがあっても素直に言えず、自分で囲い込んでしまいがち。一つ一つは大した問題ではないのですが、解決しきれないものが多すぎてストレスが増えてしまいそう。助けを求めれば答えてもらえる運勢です。人を頼ることが問題解決と運気アップに。ラッキー調味料はみりんです。続いて、天秤座のあなた、意識が高まります。見た目にも気を配るようになり、おしゃれ技にも磨きがかかりそうです。センスアップする時期なので、センスを養うのにもいい時です。
反面、自分が脇役のように扱われると気分を害してしまいそうな変なプライドが出てくる傾向も。いつものように誰にでもにこやかに振る舞えば人気者になれます。愛嬌を忘れずに。ラッキー調味料はマヨネーズです。続いてサソリ座。プライベートーンは好調です。恋も人間関係にもグッドサプライズが起こりそうです。一方、会社や社会活動の面では苦労を強いられることに。オンオフの運勢の差が激しい週になりそうです。仕事で嫌なことがあっても就業後にラッキーな出来事があればリカバーできる運勢です。オンオフの切り替えをはっきりつけることがポイント。ラッキー調味料はオリーブオイルです。続いて射手座のあなた、運勢は第2位です。霧が晴れたような運勢になります。悩みが解決し気持ちがポジティブに変わっていくことになりそうです。心配事がなくなったことで未来に希望が持て、やりたいことが次々と浮かんできそう。趣味に講じるのもいいですが、知性が発達する運勢です。スキルアップを目指したチャレンジをしてみるのもいいでしょう。ラッキー調味料はたまり醤油。続いてヤギ座のあなた、運勢は第1位です。嬉しい知らせが相次いだり、会いたかった人と偶然出くわすような奇跡のような出来事も起こりそう。恋、仕事、人間関係全体を通して運勢が上昇しています。現状維持するだけの毎日ではもったいない運勢です。何かを目標を掲げ高みを目指してチャレンジしてみてください。新しく趣味や勉強を始めるのもいいでしょう。ラッキー調味料はウスターソース。続いて水亀座。信号が連続で赤だった。ようやく帰宅できると思ったら電車が遅延。そんなプチ不運が起こりそうです。一度困ったことがあったら次に幸運がやってくる運勢なのですが、そのラッキーが小さなものになりそうなので、どうしても嫌なことばかりに意識がいってしまいそう。でも少しでもいいことがあったら喜ぶことが開運につながりそうです。ラッキー調味料は昆布だしです。最後に魚座のあなた、運勢は第3位。今週は家の中に幸運があります。この家は住居はもちろん、あなたが本当に心からくつろげるスペースのことも指します。リラックスを心がけることで運気が上昇していく週。今週は仕事ばかりしていないで、あなたが本当にやりたいことのために時間を取りましょう。また部屋の整理整頓や模様替えも運気アップに。ラッキー調味料は柚子胡椒です。いかがでしたでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第。本職ではないので当たらなかったなどの苦情は一切受け付けておりません。なるほどねぐらいでお聞きください。それでは素敵な一週間をお過ごしください。